皆さんこんにちは、あや部長です。いつも仕事帰りにたまにコンビニに寄ることがありますが、なんとコンビニで新商品のなんか不思議な汁なしラーメンを見つけてきましたので紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん。アジトイズムピザ味混ぜそばです。なんとこれ2016年から2017年 TRY ラーメン大賞名店部門汁なし1位らしい。1位、これすごくない？ いや、なんかこれ写真から見ても結構すごい美味しそうな感じがしますね。トマトベースにチリパウダーやチーズ風味を効かせたピザ味混ぜそばです。いや、これ創作麺料理。いや、これすごい、僕もつい食べたくなりましたので、まあ今日買ってきたんで、早速ですが、お湯入れていきましょう。いつでも OK な状態なんで、早速ですが開けていきましょう。はい、中身に入っていたのがこちら。火薬、粉末ソース、そして液体ソースですね。なんかいつものラーメンとはあんまり内容としては変わらない感じですが、ちょっと味が変わっているだけですね。さあ、まず火薬から入れていきましょう。いけ、火薬ちゃん。おらー。これ見て。これすごい火薬入れた瞬間からめっちゃうまそうなんだけどね。なんか、実際お湯沸いた後はもっと美味しくなると思いますね。そしてお湯イン。さあ、そして液体スープをのせて5分いきましょう。はい、5分経ちました。まあ、液体スープも温まってきたんで、早速ゆっくり口で、お湯を捨てていきたいと思います。まあ、お湯捨てました。早速開けて、まず最初に液体スープから入れていきましょう。いや、匂いがすごいですね。なんか最初出た時めっちゃ赤く見えましたよね。なんかこれ、多分ピザソースじゃないかなって思います。ピザソースの液体ですね。うわ、めっちゃすごいだろう。いや、ほんとめっちゃ赤いっす。最後は、粉末スープ。粉末スープ匂い嗅いだら、なんか出来上がったピザの匂いがしますね。まあ、早速で混ぜていきましょう。さあ、ちゃんとしっかり混ざってよ。なんだこれ。なんか汁みたいか、なんか油みたいなものが下にあんけど。まあ、気にせず混ぜ。まあ、味だよ。味が大切だって。まあ、本当にピザの味がするのかを、まあ、食べないとわからないし、楽しみですね。はい、完成しました。これが汁なしのピザ味焼きそばですね。これ見てみるとめっちゃうまそうですよね。なんか匂いからも結構ピザな感じがしますね。なんか見づらい、なんかちょっと油みたいな、油か汁みたいなものがありますが、まあそこは気にしないで、まあ大切な味ですね。早速ですが、いただいていきましょう。匂いがほんとピザだね。では、いただきます。本当にピザの味の焼きそばでうまい。いや、これね、
汁なしであっても、やっぱりこういうピザ味の焼きそばがあるんだなっていう感じはしましたね。なんかピザ焼きそばをもう何個か出してほしいですね。あと、まあ味を変えたりとか、まあとてもうまいですね。めっちゃスパイシーな感じがしますね。ごちそうさんでした。新らし1位ピザ味混ぜそばいかがだったでしょうか。まあ味の感想としては、なんかピザの味がとても良かったのと、あとスパイシーな感じでとても美味しかったです。まあこれコンビニで今販売されてるので、まあ焼きまあピザ味の、まあ、新しい焼きそばもまあ、いつか出てほしいなっていうふうに思いました。とても美味しく感じました。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。